日渡し圭介11月18日台は、日本の政治家、連続企業家、一般社団法人理事、理事長、経営者。日渡し社中株式会社代表取締役、宇多津町まちづくりアドバイザー、一般社団法人居住の会理事、株式会社地域経済活性化支援機構社外、取締役、一般社団法人全国空き家バンク、推進機構理事長。 前竹尾市長、2015年に CCC が設立した子会社ふるさとスマホ株式会社の代表取締役社長に就任、2016年から会長だった。2017年1月18日にホワイトテクノロジー株式会社を設立し、2018年8月31日まで代表取締役だった。佐賀県竹尾市市長生まれ、東京大学卒業。 総務省で沖縄振興特別措置法に関わるなどした後、高槻市市長公室長を経て2006年に竹尾市長に当選し、当時日本で現役最年少の市長になった。日本で初めて市のホームページを Facebook 化したと称したこと、佐賀のガバイバーちゃんの誘致などで知られる。市民病院の民間移譲や竹尾市図書館、歴史資料館のリニューアルなどで、 民間業者を使う斬新な施策を実施し、注目を集めたが、その手法が、独善的、話題選考などとして批判も受けた。以下の経歴には、本人の著書の内容や事象などに基づく、客観的に確認できない情報が含まれています。県業農家の家庭に3人兄弟の長男として生まれたと語る。両親は、県庁の職員であったとすることもあれば、サラリーマンとし、 政治には全く遠慮い立場とすることや、私は、兼業農家の小せがれとだけ演説することもある。保育園は中退し、小学校、高校時代は、不登校、大学入学当初も引きこもり気味だったと、様々な媒体で述べている。竹尾市議会でも、保育園中退、小学校不登校、中学校もあまり行ったり行かなかったり、高校になると、もう本当に進学でね。 武雄高校進学でもうフォアグラ状態ですよ。ですので、それに反発して、不登校。大学時代は、みんな、頭が良すぎて、僕寝たきり、床ずれができましたよ。と答弁している。一方、学生時代に、海外へ40カ国くらい行った、ともしている。制作は商品。市民はお客さん。スピードは、最大の付加価値。逆風も体の向きを変えれば。 順風になるなどのキャッチフレーズを繰り返し唱える。その政治姿勢は、マスコミにより、日渡し流と呼ばれた。竹尾市長在任時は、トップダウン型の改革派と評され、自民党衆議院議員、河野太郎が、私は日渡市教の信者ですと演説したのをはじめ、日渡氏を信奉する政治家が増えた。ある竹尾市議によれば、その政治スタイルから、 佐賀の橋本通るとあだ名されていたという。その他、実業界では、孫正義を筆頭とするソフトバンクグループ各社の養殖者との接触も、日渡市自身からの働きかけをきっかけに実現したと、される。学術界には、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科の中村一成や東洋大学の松原聡といった、チがいる。また、元スポーツライターで、 タレントの音竹博田だとも信仰がある。竹尾市への行政視察は日渡氏が市長になった平成18年度から平成25年度までは単純増加ではないが増加傾向にあったものの平成26年度には数を減らしていた。日渡氏のこうした積極的な交友関係づくりについては、例えば中、川本伊佐夫奈良市長が疑惑を持たれた行動のきっかけとして、 日渡しを批判する向きもあった。そうした批判にとどまらず、言動や政治手法に対する批判もあった。他の主張の選挙における応援演説では、対立候補を徹底的にこき下ろしたとされる。2012年4月、香川県綾歌郡宇多津町の町づくりアドバイザーに就任。3年間の就任期間中、宇多津町にて講演を行った。 就任に際して無償なのでお受けすると述べたが、日渡し講演会計費には、借金が計上され、借金が支払われた。竹尾市長選挙では2008年の出直し選挙も含め、毎回、独占、独断選考と批判を受け続けてきた。市長を辞職して出馬した2015年1月投票の佐賀県知事選挙でも、県農政協議会幹部から、 独善的だと評されるなど批判が根強く、対立候補が立てられた。日渡氏は、過去に、他の自治体の市長選を応援した際に、対立候補への事項の推薦、応援を通話したことがあるにもかかわらず、事項推薦を受け、選挙戦に臨んだ。なお、日渡氏の竹雄市長辞職から、佐賀県知事選立候補の告示までの間に、 佐賀市と竹雄市の建設会社から各100万円の寄付が自民党佐賀県竹雄市第2支部に対して行われ、さらにその寄付金計200万円が日渡啓介講演会へと寄付されたことが迂回献金ではなかったかと指摘されている。選挙期間中は自民党幹事長谷垣定一をはじめとする国会議員が次々と佐賀県に応援に入り日渡しを支えたが、 結果は落選となった。落選直後には、与党政権の推し進める、農協改革に、地元農協が、一致結束して抵抗した結果との評価もあったが、やがて自民党の副総裁、高村正彦は、人選の仕方に問題があった、選挙対策委員長、茂木敏トは、自民党が推薦した候補の政治手法が争点となった、さらに経済再生、TPP 担当省 あまり明は2014年12月14日に行われた衆院選で政策は支持されたとしつつも候補者が支持されなかったとそれぞれ評した。また、ジャーナリスト山田敦春は自民党衆院議員のなぜあんな奴を推薦したんだという声とともに選挙プランナー松田薫の候補者個人の資質の問題と言っていいのではないかという分析を伝えた。一方、 対立候補をした佐賀県農政協議会会長中野義美のるルは、商員分析として県民が日渡市の政治姿勢に脅威を感じているとした。竹尾市町在任時の日渡市は、東京都渋谷区にある大館山津田屋書店に極めて強い感銘を覚え、津田屋及び T ポイントサービスを運営するカルチュアコンビニエンスクラブを竹尾市図書館。 歴史資料館の指定管理者とすることを求婚に例えるほど強力に推進した。2012年には竹尾市議会で議案が可決され、実績のなかった CCC の素人でしたと自ら振り返ったほどである。が、指定管理者に指名された。このような自身の強い意志に基づく指定管理者制度の推進を日渡しは明るい癒着と呼んだ。しかし、こうした。 トップダウン型の指定管理者選定に対する公共事業事業者選定の際の入札等の手続きを公正に実施したものなのかどうかといった疑問の声は住民監査請求を経て日渡しを1億8000万円の損害賠償の非請求者とする住民訴訟の提起に至った2013年4月1日 CCC が中心となって実施された竹尾図書館の 全面改装が完了し、ツタヤ書店とスターバックスコーヒーの店舗が1階のスペースの主要な部分を占めるという新、竹吉図書館の運営が開始された。この、ツタヤ書店とスターバックスを中心に据える、いわゆる、ツタヤ図書館のスタイルは、後日の他の自治体でも踏襲された。ちなみに、日渡し自身は後にスターバックスとドトールコーヒーとの比較で、スタバは普段使いには、 高すぎるし、どこもかしこも混んでいるので、敬遠気味。と評価している。日渡市の市長在任時から辞職後に至るまで、竹雄市図書館蔵書の入れ替えに伴う貴重な、歴史資料等の廃棄、除籍お及び蔵書購入、選書リストに対する批判の声が主にネット上を中心に高かったが、2015年の夏以降は、マスコミや週刊誌等でも、指定管理者として、 事業委託を受けた CCC 及びそのグループ会社が過去に実施した選手方針への批判が起きた。これを受け CCC はマスダ・ムネアキ社長兼 CEO のなで異例の反省コメントを発表した。さらにその翌日には竹雄氏から教育長名で蔵書購入についての説明がなされた。この説明では委託業務を進める上で 利用者の安全対策に対応した整備等が緊急に発生したため、教育委員会の判断により、宅料の範囲内で調整を図り、中古本を購入することで当初予定額を抑え、安全対策を講じることとしました。と示されている。安全性の問題については、図書館のデザイン段階からネット上を中心に指摘されてきたものでもあった。なお、 増書購入以外の用途への委託料の使用につき、日渡市自身は、この決定プロセスについては、教育委員会及び現場に委ねており、当時の行政の最高責任者である私が、詳細まで感知していなかったと語っている。しかし、増書購入に関する文書の開示請求を受けた、教育委員会は、該当する文書が存在しないと回答した。なお、 この蔵書購入問題についても図書館リニューアルの経緯に対してと同様に監査請求が行われた。この蔵書購入、選書問題は神奈川県海老名市、愛知県小牧市、宮城県多賀城市、岡山県高橋市といった竹尾市図書館の事例を追った各自治体にも飛び火した。ちなみに高い位置の書家とダミー書籍の設置理由について、 リニューアル後の海老名市立中央図書館館長で CCC 執行役員図書館カンパニー長でもある高橋聡氏は竹雄市図書館での経験を踏まえ高市に本を置くと CCC の図書館運営の反対派に本を取るよう何度も頼まれるからと説明している2015年11月5日付の日本経済新聞一面コラム春秋は竹雄市図書館に始まる この戦書や廃下ぶりを、図算、どんなに雰囲気が良くてもね、うちは、半減、書物は泣いているに違いないと表現した。2015年10月4日に行われた小牧市の住民投票では、CCC と連携する新図書館建設計画への反対票数が賛成票数を上回り、その結果を受けた形で計画が白紙に戻された。しかし、 山口県周南市での住民投票における直接請求は議会に否決されるなど CCC が主体となって企画・構築する公立図書館すなわち津タヤ図書館は小牧市以外の各自治体ではその計画が続行されている。一方で戦術のダミージ書籍や陳列用の用書類への公金支出が問題視されるといった現象も依然見られている。ただし、 スタヤ図書館の発祥の地である、竹尾市では、すでにそれへの批判を許さない空気があるとまで、言われている。日渡しは私企業、FB 良品の推進を図った。FB 良品は、ジャパンサティスファクションギャランティードの頃には、参加自治体の数が14にも及んだ、栃木県那須町、富山県南都市、兵庫県高町、沖縄県石垣市、香川県宇多津町、岐阜県関市、 埼玉県坂戸市、徳島県上板町、静岡県三島市。また、ジャパンサティスファクション・ギアランティードの海外進出を目した日本自治体等連合シンガポール事務所の解説も日渡氏が主導し、やる気のある自治体が組んでスピード感を持って打って出たいと語った。しかし、費用対効果が貫縛しくないといった理由による複数自治体の 相次いで脱退し、自治体特選ストア自体目線を強いられ続けていた。2018年3月1日、Facebook 上に設置された自治体特選ストアのページで、同年3月29日付での閉店が告知された。3月1日時点の参加自治体は、竹雄市、山城、南都市、福島県郡山市の4地域のみであった。 竹雄市長時代の日渡しによるもう一つの代表的な取り組みとして、2014年4月には約1億2298万円の公費を投じ、京安社製のタブレットを用いた ICT 教育や反転授業、スマイル学習の試みを竹雄市内の11の小学校で開始した。また、同年6月には DNA や東洋大学と共同で小学校1年生に、 向けたプログラミング教育を開始すると発表した。さらに2015年4月には得意な授業メソッドを提唱する学習塾、花丸学習会のノウハウを取り入れた官民一体校による授業が開始された。2015年6月に行われた第一次検証報告会ではタブレットを使った反転授業が成績向上に寄与した可能性があると市側から発表された。 しかし、タブレット機種選定の過程やタブレット事業の現場における不具合などの混乱については疑問の声が上がった。さらに、同年9月に行われた第二次検証報告会では ICT 教育が効果を上げ始めているとした。2017年3月の第三次検証報告会では、東洋大学の松原聡志がスマイル学習がもたらしたとされるごくわずかな 成績向上について嬉しい結果と評価しつつも統計的に優位な差とは認められない。今後はスマイル学習の優位性を図るための指標やテストの開発も必要だと指摘し研究の軌道修正を伴うさらなる継続を表明した。なお、スマイル学習に関わる教育現場の教職員60人に大使東洋大学が意識アンケートを行った際、6割近くの 教職員が今後はスマイル学習の実施回数を減らしたいと答えたことも第三次検証報告会で明らかにされた。ちなみに、竹雄氏と東洋大学はデジタル教材を用いた上述の ICT 教育実証研究を全国初の試みであると2017年10月初頭に主張している。しかし、両者の実証研究よりも前に富士通。 ネットワークソリューションズが東北大学及び東京都杉並区立和田中学校と共同で2012年春を目途に実証研究を始めた事例があった。竹雄市長在任中の2013年12月、竹雄市職員がガンブロアウイルスに感染して他のユーザーにスパムメッセージを発信してしまったことを指摘したユーザーを Facebook 上で暇人うんこと侮辱した。ちなみに、 千葉市,市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドラインをもとに、竹尾市で2011年2月に作成された情報発信に関するガイドラインには、情報発信にあたっての基本原則、情報発信にあたっての基本ルールの項で以下の指針が示されている。また、同じ情報発信に関するガイドラインの情報発信にあたっての基本原則、具体的な してはならない事例の項で相手が誰であろうとも不敬な言い方発言という例示があるこうした一連の言動に対しツイッター上でなされた批判を非私は視聴辞任後にツイッターはバカバカですからもうやめたと解雇する一方でこれまでの自身の行動への批判者を敵と称しつつでももう市長でも何でもないし どんなことも好きにできるから、もっと彼らがイライラすることをやっていこうって考えてますよと語っている。2014年6月の竹尾市議会会期中に自民党所属の谷口治虫議員に対し借金を踏み倒しているなどと発言し、合わせて自身のブログ、竹尾市長物語で、その市議は自分の議席でヘラヘラ笑っていました。巨さん。また、いつも偉そうに。 ご公説をのたまある、ご人なだけに、その態度は許せないし、情けなさすぎる。などと記した。谷口とその妻が、日渡氏のこれらの言動を自分たちへの名誉毀損として、提起した訴訟で、2016年4月、佐賀地裁は、日渡氏と武雄氏に、計61万円の賠償金の支払いを命じる、判決を下した。2015年8月22日、 兵庫県川西市の集合施設、アステ川西で開かれた川西青年会議所による講演会で、アホ内社ども、ホリエモンは爆藩の香りと発言した。2015年9月に岐阜県下西市で開かれた河西青年会議所による講演会で民放は金魚の糞、CCC 社長は女郎屋の息子などの発言を行い、後で日渡し自身が反省を表明した。 2005年12月19日高槻市議会で総務省から高槻市へ出向していた日渡氏が奥本務市長の意を受け学園町づくり連絡協議会で関西大学平安女学院大学との連携協定締結について発言関西大学の高槻市進出の契機となったと認識していると答弁した2008年11月17日に 関西大学政策創造学部で地域再生へのシナリオ竹尾氏の戦略を講演する。何度も韓国を訪れ、韓国の地方自治体の人々と知気を得ているとしている。作詞家、田中祐介が友人の出身地、竹尾氏のみまさかを歌詞に入れた曲を韓国の歌手リュシオンが歌ったことを受け、2007年8月7日の七夕イベントで本人不在のまま、 地域振興に寄与した歌手の認定証を、リュシオンに送った。日渡しはブログで、リュシオンさん、インミマサカと題して、ミマサカが、リュシオンさん認定第1号地域となったことを記し、一言で、言えば、柔らかい、確かな存在感。今の日本人スターにはいませんね。と何者かの写真を掲げて表した。リュシオンは、翌年2008年7月13日に、竹雄市を訪れた。 2012年2月に九州観光機構が韓国チェジュ島のウォーキングコースチェジオルレをもし韓国人旅行客誘致のため竹尾コースを含む九州オルレを選定。日渡氏はこの九州オルレ竹尾コースを竹尾オ,オルレと称しアピールに努めた。後人のソーシャルネットワーキングサービス発信について最初期の一人を自称し、かつてはその利用を好んでいた。 中でも、Facebook を利用した活動のため多くのマスメディアから Facebook 市長との異名を受けた。日渡も知事選落選後の活動において SNS や Facebook に助けられたと述べている。2010年8月19日に日本ツイッター学会と称する指摘集団活動を開始し、同年9月に竹尾市職員390人へツイッターのアカウントを配布した。 2011年2月に日本ツイッター学会の主催でフェイスブック講習会を開催、日本フェイスブック学会と称する指摘集団活動を開始して学会長を名乗る。ただし2012年の学会総会には竹吉物産祭り実行委員会を経由して公費を投入、職員が動員された。2011年2月、市の公式フェイスブックページを開設させた。 日渡氏は当時これを、市ホームページの Facebook 化と称していた。同年8月に株式会社、サイス及び株式会社、新たなとともに、市のウェブサイトを閉鎖し Facebook ページに完全移行すると発表したが、ウェブサイトは閉鎖されることなく存続し、Facebook の中に表示するものであった。当初ウェブサイトにアクセスすると、Facebook ページに強制転送されていたが、 しばらくして転送するかどうかを選ばせるように変更された。さらに2012年4月には、竹尾市役所内に一般的な広報校長課に変わる形で Facebook ティ課を設置した。しかし、完全移行されたことになっていたサイトからの転送は2015年1月27日に起きた Facebook 閲覧障害の後廃止された。また、 完全移行と称している状態は一覧性に欠け検索しにくいという不満の声が寄せられたとして8月にサイトを更新し完全移行と称するのもやめたただしフェイスブック内のページも継続される日私は制作への反応を集めるのにソーシャルメディアは有用だが匿名の罵倒が多いためソーシャルメディア上で 双方向の議論をする価値はないという考え方を2013年に示した。佐賀県知事選への立候補にあたって、竹尾市長を辞職した後、ツイートの大量削除とアカウントの非公開化を行った。知事選に落選すると、ツイッターにとどまらずフェイスブックアカウントも一旦非公開化した。再度の公開後、フェイスブックプロフィールの勤務先をソロニントし、合わせて、 自身のブログのタイトルも、日渡し社中株式会社を起業するまでの間、ソローニン物語とした。総務省キャリアから職歴を始めて以降、竹尾市長を務めるまでは、企業勤務や企業の経験は一切なかった。とはいえ、企業や新興企業に対しては特に、竹尾市長時代には強い関心を示していたとも述べている。地方創生や、 企業経営のコンサルティングの会社、日渡社中を2015年に起業し、以後講演活動などを行う。2015年4月24日に開店した福岡市中央区のリラクゼーションスペース、コリニック天神店は、日渡市が初めてプロデュースした店舗物件とされる。しかし、同店は同年5月19日に初犯の事情により閉店した。 2015年7月28日、スマートフォンを利用した高齢者支援、健康増進などを通じた地域活性を目的とする、ふるさとスマホ株式会社の代表取締役社長に就任した。日渡しの説明によると、CCC とフリービット株式会社の合弁企業である、トーンモバイル株式会社が販売する MVNO サービス及びスマートフォンデバイス、トネを用い、 スマートフォン内蔵の歩数計の記録に連動した健康ポイントと称する割増型 T ポイントの付与サービスなどを高齢者や学生をターゲットとして展開するとしている。ふるさとスマホ株式会社設立当初のサイトは1枚画像のトップページとメールアドレスへのハイパーリンクのみで構成されていた。群馬県下仁田町は町長の金井康幸自らが温度を取り、ふるさとスマホが 主体的に実施する実証事業を全国に先駆けて2016年3月に開始した。しかし、町民の間には携帯電話で十分、企業の営利活動を町が後押しするのかなどの反対意見も見られた。翌2017年3月7日、下仁田町は実証事業に基づくスマートフォンの町内全個配布計画を白紙に戻すことを決定した。 2016年3月31日に日渡氏は代表取締役を辞任。会長に就任と称したが、法人登記からは名前がなくなっていた。4月時点では会社のウェブサイトに会長である旨が記載されていたが、6月にはそれらの記載もなくなった。2017年4月にはトップページへのアクセスを試みると404エラーが表示されるようになった。 2017年5月25日付の官方号外第109号に掲載された、ふるさとスマホ株式会社の第2期決算広告の貸借対象表は、負債の合計額が資産のそれを上回る債務超過状態であることを示していた。2017年6月1日付で、ふるさとスマホ株式会社は株式会社ツタヤに合併して解散となった。 2015年11月6日に株式会社デジタルデザインが発表した地方創生事業、いわゆる株式会社自治体構想も日渡しが力を注いでいた事業の一つである。翌2016年10月17日にはデジタルデザインと佐賀県宮城町との間で株自治構想第一弾としての協定を締結していた。しかし、 デジタルデザイン側は2017年3月17日、宮城町関連の事業からの撤退を表明した。これは、株自治構想を推進していたデジタルデザイン取締役で日渡しとも、信仰のある松田元が同年3月6日付で同社取締役を辞任したことに伴い、事業継続が困難になったためとされている。ちなみに、これまで一貫して日渡しに、 好意的な記事を書き続けてきたネット IB ニュースは、株自治構想のもとで、創業された宮宅町株式会社が、コールセンター事業をはじめとする地方創生プロジェクトを開始すると伝えている。サムライ &J パートナーズは2017年7月5日、デジタルデザイン時代に、トドネットに開示した株自治構想に関する文書に、記載のあった自治体からの依頼を受け、 社内外の確認を経て、事実と異なる記載があったとして、以下を改め、開示内容の訂正を行った。2017年1月18日、ホワイトテクノロジー株式会社を、竹尾市に設立し、代表取締役に就任した。同社は主に地方自治体向けに、マイナンバーの取得に有効と主張する単一化え知識、暗号用。 セキュリティフォントの販売を低廉な価格で言っていくと目されていた。会社設立に先立ち、日渡しは2017年元旦のフェイスブック投稿で以下のように述べた。第3弾は、セキュリティ。会社や個人の情報がどんどん漏れる中で、今まではファイアウォールを高く厚くするために、とんでもないお金をかけていたのが、100分の1の値段で、盗まれても大丈夫といううちに、 足のついたセキュリティを皆さんにお届けします。日渡しは2018年8月31日付で代表取締役からも取締役からも辞任した。2018年12月21日現在、ホワイトテクノロジーのホームページは DNS で名前解決ができない状態になっている。市長退任後の2015年6月、在職中に市民病院を移常した。 一般社団法人居住の会の理事に就任。これに対して天下りではないかと市民から非難が出た。また、ふるさとスマホ株式会社代表取締役社長就任人事については、この会社は CCC の子会社である CCC モバイル株式会社の100%出資で設立されたものであり、竹雄市町在人時に、日渡氏自身が竹雄市図書館、 歴史資料館の指定管理者に CCC を指名した経緯から就任早々ネット上を中心に甘下り露骨との批判が起き週刊誌や女性誌の記事にも取り上げられた。これを受け日渡しは自身の有料メールマガジンで竹尾市役所のような弱小自治体から CCC のような日本を代表する企業の子会社の社長になったということは僕的には 下国上と記した。ありがとうございます。